ペリカンはモモエロペリカンという種類です。世界で7種類確認されているペリカンの中でも体の大きな種類で、左右の翼を広げると端から端まで最大で約3メートル、体重はなんと10キログラムを超える子もいるんです。そんなペリカンたちの主食としているのがお魚です。大きなくちばしを目いっぱい開けて、ペリカンの特徴でもあるくちばしの下にある黄色いのど袋を使ってお魚を捕まえます。そして遠くにいるペリカンたちは自分たちでお魚を捕まえて食べていますが、野生のモモエロペリカンは鳥類の中ではとても珍しく、仲間と協力して狩りをするんです。お魚の群れを発見したら、みんなでお魚の周りをぐるぐると回り、浅瀬へと追い込んでいきます。逃げ場をなくしたお魚を大きなくちばしを広げて、のど袋をまるで網のようにして使っていくんです。さあ、ペリカンたちもお腹がペコペコのようで、お姉さんに早くちょうだいと言っているようですね。それでは早速お姉さんにプールの中にお魚を撒いてもらって、どのようにくちばしとのど袋を使っていくのか見ていきたいと思います。それでは水槽前にいるお友達、少し離れたところから見ててください。それではお願いします。さあ、皆さん、ペリカンたちののど袋が膨らんでいる様子、お分かりいただけますでしょうか。ペリカンたちは水中でお水とお魚両方をのど袋の中に入れます。しかしこのまま飲み込んでしまいますと、お水でお腹がいっぱいになってしまうので、水面からファーを出すときに器用にくちばしの隙間からお水を抜いて、お魚だけを食べているんです。そしてペリカンたちの今日のメニューは、食卓でもおなじみのアジです。さあ、よく膨れているのど袋、その中には一体水がどのぐらい入ると思いますか？実はペリカンたちの体重と同じぐらいのお水の量が入ってしまいます。先ほど大きい子で 10kg を超えるとお話ししましたが、単純計算するとなんと10リットルものお水がこののど袋の中に入ってしまいます。皆さんがよくお持ちの 500ml のペットボトル、こちらに例えますとなんと20本分に相当します。そんなのど袋ですが、気温が高い時にはパタパタと震わせることで、のど袋にある毛細血管から熱を逃がして体温の上昇を防ぐ役割も持っているんです。さあ、そしてペリカンたちの食事が終わりましたら、今度はプールから上がってきます。お魚を捕まえていた時には豪快に使っていたくちばしを、今度は繊細に使って種と一本一本お手入れしていきます。お時間がございます。お客様、ぜひペリカンたちの羽繕いの様子もご覧ください。それでは大変狭い中ではありましたが、腰を低くしてのご観覧にご協力をいただきまして、そして最後までお付き合いいただきまして、誠にありがとうございます。